皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、家の中を大改装していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。まず計画としては、ここの部屋をこっち側にぶち抜いていきたい。なのでここにいる人たちを移動させないといけない。そしてここの蜂蜜作ってるのがいるんだけど、この蜂蜜も移動させないといけないということですね。でここの装置を横にずっと伸ばしていきたいという感じでございます。なので先にここの村人を移動させたいと思っております。でこの村人をどこに移動させるかというと、ここです。でここのサトウキビ自動生成器が結構うるさいということで、このサトウキビ畑をまず上に移動させようと、まずこの2階ですね、この2階に移動させようと思っております。さあということで早速壊していきましょうか。じゃあまず水バケツ、もうそのまま移動させるだけなので、多分移動自体はそんな難しくないんじゃないかなと思います。で多分これでサトウキビがこうなるよね。はい。でこちらもこうして、でシルクタッチでこのガラスたちを壊していきましょう。で私が思うに2階の方が多分天井が広いんじゃないかなって思ってるので、2階の方が一マス上に作れるかなと。そしたらこう天井から水がポタポタ垂れてくるっていうこともないんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとやってみないとわかんないって感じですね。と壊しました。そしたらこの子たちを壊していきましょう。はい。そしたら次シャベルで掘っていきます。でここの床を、木で埋めたいね。なのでここの床も剥がしちゃおうか。よし。でこの下に這わせてるこいつもだな、こうなっていたわけだね。マイクラのいいとこはさ、壊しても絶対に直せるっていうところがいいよね。ここの修復はまた後でするとし、いや今した方がいいか。でこれを引いていきましょう。この前なんかマイクラの建築すごい人のやつ見てたら、めちゃくちゃ作るの早くてすごってなった。じゃ建築力ももちろんすごいんだけど、作るスピードがめっちゃ速くてすごってなった。作りたいのがここの横、ここに作ろうと思います。で天井が高いからね。そっか、この辺も取らないといけないんだね。でここの下がですね、多分1枚しか床がないんだよね。そう、1枚しか床がないということはポタポタ垂れてしまうので、水が、なので1段盛り土します。後ろ一マス開けて、ここに丸石で、ここに 1,2,3,4,5,6,7,8、 ここに埋めます。ここに水を流します。よし、ここに埋めます。でここに装置を組みますと。で次オブザーバーくんじゃなくてピストンくんをこちら向きに置いていきます。でオブザーバーくんを向こう向きに置いていく。お、え、待って、間違えてる。間違えてました。全然 OK じゃなかった。うん、どう考えても間違えてる。ショック。オブザーバーくん、もう一個上じゃん。じゃあ、ここを、これ置いて。はい、次。オブザーバーくん、どこ行った？
オブザーバーくん、違うな、オブザーバーくんを、待って、丸石置く前にオブザーバーくん置かないといけなかったか。オブザーバーくんを置いていきます。で、丸石置きます。レッドストーンを置きます。で、こいつらをこう置いて、2個目に、ちょっと怖い、怖い怖い怖い、バシュってされる。2個目にこう来ると、違う、3個目に来ると、おい、3個目に来ると、おー、成功成功、はい、成功成功。OK、次、こいつらも間違えてる。よし。そしたらここにまた土入れていく。ピストンをこっち向きからこうつけます。はい。で、ここにオブザーバーを置いていきます。丸石を置きます。陶器火を置きます。で、いいよ。はい、よし、はい、成功。はい、動く。オッケー、ここはオッケー。そしたら、ここに、ホッパーを、これいけるかな？どこにホッパーつなげばいいんだろうか。柱伝いにしたいけど、と、サトウキビを。で、これが、ここに今流れたやつが、あ、入ったね。オッケー。じゃあ大丈夫。よし、とりあえずここはオッケーと。次が、また同じやつを作ります。そっか、じゃあこの出入り口変えないといけないんだ。ここが高ホッパーでつながるようにならないといけないから、となるとここを削っていきます。ピストン、オブザーバーを置きます。あ、出れない。こいつらを壊す。ここをこうして、はいと。で、水流していこう。はい、おお、やっぱりね、そうだと思った。私も、うん、そうだと思ったよ。はいはいはい、すまないね。はいはいはい。で、これがまたちゃんと稼働してるか確かめるために、はい、OK だね。こう通さないといけないか。こう通しましょう。はい。で、ここを開けます。とりあえず、ホッパーで。まあ、ここまでとりあえず来たと。で、あとはここに土持っちゃっても大丈夫と。後ろは土なので、この辺は土持っちゃうとダメなので、盛らない。2段目が丸石。はい。次の段がピストンは前から。はい、オブザーバー4人しかいないじゃん。オブザーバーくんはどこへ行ったの？なんでオブザーバーいなくなったんだろうね。不思議。こんなキチキチだったっけな。ドーン、12345で、ガラスをつける。で、下にどこに回収されるようにしようかな。ちょっと下行ってみようか。どこに回収されるのがいいかな。ここの柱沿いに本当は来たいね。この柱沿い、ちょっと開けてみよう。全然柱沿いじゃなーい。柱沿いってなったら、ここか。ここが柱沿いね。ここだね。水が決壊しないようにして、ホッパー置いて、OK。で、ここのホッパーつける。ホッパーがここにあって、こう来てる。ここがなしの。うわー、はい、やりました。じゃあこう来て、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 この下に続いていけば。ちょっとまたこれせき止めしないといけないわ。うん、多分こう、壁だった。これが正解だ。ただ入り口がな、どうしようかね。まあこの広さでいいか。階段をちょっと作ってきますか。下までホッパーな繋いでみて、で、このね、チェストで一回吸ってみよう。ここだね、多分。違うかな。あー、そう、ほら。ほら。っていうか、逆から行こう。こっちから行こう。
こっちは嫌だからまたここ同じルート通す感じかな。思ったより大変だぞこの作業。じゃあここまでこうして、でこのままこう上に上がっていくようにすればいいんだな。鉄取り放題だからホッパー作り放題なんだよね。でこっからこう行けばいいんだよ。なんだこれ。しゃがみジャンプ、しゃがみジャンプ。しゃがまないと置けないんだよホッパーが。しゃがみジャンプしたい。 OK。 でそしたらこう押して、でここにホッパーをとつけて、でここにホッパーを、違う、こう、これでいいんじゃない？これでいけるでしょ、もうさすがに。これで今座れて下に行ったんだったら正解なんじゃない？いやでも待てよ、それ下に行ったかどうかわからんわ。なぜかというと、もうここにつなげちゃったから、ここにこう座れてるので、ここが増えたら正解だ。よし、64。ここもこれくっつける。64だったよね。ここにこう入るはずだから、これで座れて下行けば OK。お、なんか今カンカンって言ったね。入ってる、成功。よし、じゃああとは現状復帰。うん、完璧だね。でここはもう塞いじゃおう。どうせ窓にしたとこでね、土だからね。よし、いいでしょう。で赤色のカーペットを戻します。白色のカーペット戻します。でこの辺に松明置いて、ここ復帰して、 OK。 ホッパーが通っているなんて誰が思うでしょうか。いやいや、ダメだな。完璧じゃなかった。完璧じゃん。ここにホッパーが通っているなんて誰が思うでしょうか。すごくない？でちょっとここ見た目があれなんで、こうして階段で上に上がるんだよっていう感じにしといて、うん、まあこれでいいでしょう。小部屋みたいな感じで。よし、これでもう上で、バシュンが上で行われる。このうるさかったバシュンが。で多分サトウキビがここに、やばいな、サトウキビどうにかならんのかな。サトウキビ畑を移動させました。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。